1690年のポートロワイヤルの戦いはアカディアの首都ポートロワイヤルで起こったウィリアム王戦争の戦闘である。この北米植民地戦争最初の戦争でニューイングランドの民兵による大規模な戦力がポートロワイヤルに出現し、この街はほどなく降伏した。サー・ウィリアム・フィップスに率いられたニューイングランド軍は降伏条件に アカディア人の妨害が入ったと決めつけ、街と要塞とで、略奪行為を行った。この行為は、過去のアカディアへの軍事行動では一度も例がなく、この略奪行為により、アカディアとニューイングランドの関係は、疎遠になり、両者の信頼は破壊され、将来関係をより難しくした。1688年、大同盟戦争が、ヨーロッパで始まり、 フランスへの対抗のために1689年大同盟にイングランドが加わって規模が拡大された。ヌーベルフランス当局は1688年の名誉革命の余波による混乱で緊張状態にあるニューイングランドやニューヨーク植民地の辺境に同盟を結んだ先住民と襲撃を仕掛けるため資金を継ぎ込んでいた。 1690年の二つの襲撃、シュネクタディの虐殺とサーモンフォールズの奇襲は、マサチューセッツ湾植民地当局を怒らせ、アカディアに向けて報復するための遠征が認められた。フォートウィリアム・ヘンリー・アカディアへの遠征計画が最初に持ち上がったのは、1689年の8月、ペマキドのフォートウィリアム・ヘンリーが、フランスの都先住民の手に落ちた時だった。 その年の12月、マサチューセッツ湾当局は、基本的に志願兵からなる遠征隊を認可し、それを組織するための委員会を立ち上げた。しかし、1690年の襲撃の後で、遠征が下級を要するものとなり、公的な支援が増え、巧妙な入植者何名かが、遠征隊の指揮官として検討された。遠征隊を、 大々的に提案した一人である公益業者のジョン・ネルソンは、かつてアカディアのフランス系住民相手に取引をしていたため、見送られた。最終的にサー・ウィリアム・フィップスで決まりとなった。フィップスはメイン生まれで、軍の経験はなかったが、西インド諸島でナンパした財宝船を見つけ、それで名声を得た人物だった。3月24日、 フィップスは少々に任命され、遠征隊の指揮を委ねられた。ジョン・ネルソン1690年4月28日、フィップスは5隻からなる艦隊を率いて、ボストンを出港した。従軍した、植民地兵は446人だった。機関である、シックスフレインズは42の訪問があった。ポーキュパインには16台だった。あとは、 スループ船のメアリーと2隻のケッチだった。マウントデザート島でバーク船、ユニオン、そしてもう1隻のケッチ船と合流した。ペノブスコットワンとパサマクオディワントでフランスがどこの土地を抑えているかを調べてからフィップスはポートロワイヤルへ向かい5月9日その近くに到着した。翌朝早く街に入る前にフィップスは ピエール・メランソン・リラベル・デュールとあった。この人物は、英語も話せる、フランス人の心境とで、この街の今の状況を確認した後、フィップスは怒りを上げ、ポート・ロアイアルへと向かった。サー・ウィリアム・フィップスフランスの中屯兵は、90人に満たないほどの人数で、要塞は半壊の状態だった。1689年の10月、公兵が、 総督ルイ・アレクサンドルでフリッシュド・メンヌバルの反対を押し切って新しいのを作るため以前のを取り壊していたのだ。そのため要塞に大砲は皆無で余つさえ中東兵の銃剣は19丁しかなかった。5月10日、フィップスはメンヌバルに使いをやりこの町の幸福を要求した。メンヌバルは地元の聖職者であるルイプティをよこして 幸福の条件を取り決めさせた。メンヌバルとフィップスはポートロワイヤルの住民とアカディア人の財産を守ること、カトリックの礼拝を今後も継続することに合意した。翌日、メンヌバルがシックスフレンズを訪れ、複数の立ち会い人により条件の再確認がなされたが、フィップスは条件を明文化するのを拒否した。幸福の後何が起こり、 その動機が何であったのかは、研究者の間でも議論の対象となっている。というのも、フランスの文献とイギリスの文献とでは、多くの相違点が見られるからだ。幸福の条件は、不利行となり、ニューイングランドの民兵は、要塞のみならず、町をも荒らし、教会までも冒涜した。住民の財産は略奪され、家畜は殺された。イングランドによれば、 フランスの兵と住民とは、条件の再確認が行われている間、要塞にある食料の備蓄を移動させていた。通常、勝利した側が略奪してしまうからだ。食料の移動のことを知った。フィップスは、激怒し、合意の無効を宣言し、兵たちに略奪を許した。フランスの言い分は、これとはわずかに違っている。おそらくは、総督のメンヌバルが、 フィップスの元にダンパ反ンで訪れた際に、細々した指示を出しておらず、一部の中東兵が酒を飲み始め、その上、メンヌバルの政敵の支持者である、フランソ・アマリペロという商人の店に乱入し、商品を持ち去ったというのである。兵たちが、他の商人や、総督府からも、同じことをしたのかどうかは、はっきりしない。 キングズストアズだけが幸福に賛成していたため、フィップスの電気作者であるベーカートレードはこう書いている。合意条件が不履行となったのかどうか、それに関しては疑う余地がある。メンヌバルト、プティが、この幸福に関してまとめた文書では、要塞の規模と中屯兵の人数からして、フィップスが、幸福だけでは、物足らず、フランス人兵士の行動を理由に合意破棄に、 及んだのだと主張している。しかしながら、フィップスが、ポートロワイヤルに近づく、その前に、ラベルデュールとあっており、街の要塞や、中屯兵に関して、おそらくは信頼のおける評価がなされていたで、あろうことから、この可能性は低い。電気作者たちは、フィップスは、おそらく、可能な限りの略奪を、せざるを得なかったのではないかと仮定している。 遠征での略奪品は、費用に充当されると考えられ、フィップスの口頭での降伏合意は、いざ降伏となった時のために、お膳立てされた逃げ道だったということである。シプリアン・サウザックによる、カスコ・アンの解図、フィップスは、アカディアの小作人に、当時の共同統治者、国王ウィリアムと、ジョー・メアリーとに忠誠を誓わせようとした。また、 新しい政府をアカディアに作ろうともした。自らアカディアのフランス系住民を選任して議会を作り暫定的政府を組織したが、この議会による政府は長くは続かなかった。メネバルの補佐官であるジョゼフ・ロビノード・ビューボンが6月にフランスからポート・ロワイアルに戻ってきてフランス人による行政府を再建したのである。彼は首都を防御の意味から サンジャン側に移転し、アベナ貴族との提携で、軍事活動を改善した。フィップスの遠征隊が帰国してほどなく、ポートロワイヤルは、海賊の襲撃にさらされ、ビューボンがフランスから乗ってきた船を奪い、建物を壊して、家畜を殺した。伝えられるところでは、一部の住民も殺害されたと言われる。フィップスは、 シプリアン・サウザックをポーキュパインの指揮官に派遣し、アカディア半島の大西洋岸にある漁港を襲うように命令した。サウザックは、チェダブクトにある三類漁港の征服を進めていった。フィップスは、ボストンに戻った。その年の後半に、フィップスはやはりボストンからケベックに遠征したが、これは、失敗に終わった。フィップスは、ニューイングランドではなおも人気があり。 1692年にイギリス国王ウィリアムから総督に任命された。彼は1694年の終わりに召喚されるまで戦争に関わり続けた。この遠征はニューイングランド住民とフランス帝国の上層部との関係が着実に悪化していく時代のまさに頂点に行われ、両者の関係は見直しを迫られた。交易も影響を受け、 ジョン・ネルソンが中心となっていた、ミクマク族やアカディア人との取引は、儲けは多かったが、遠征を投与するのには失敗した。ありがとうございます。